どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、今回も3分、ガズレレリズムトレーニング一緒にやっていきましょう。今日は16ビートの練習です。テンポは100で3分いきますよ。 C を押さえてください。 1,2,3 はい。手首柔らかくね。 Am このメトロノームの音よりちょっと自分の音が後ろに来た方がノリが出て気持ちがいいです。 F 行きましょう。ふんわり優しく体全体でリズムを生み出してください。気持ちがいい。 G7 です。ませんか？柔らかく使ってくださいよ。 E7 C D7貯めてください。体を揺すって柔らかくね。 A7 Dm G7 止まりましょう。次ちょっとコード早く回します。 F G7 Em7Am E7 C G7 C A7 Dm G7 メトロノームよりちょっと後ろですよ。 Em7 Am F G7 C です。終わりましょう。はい、3分経ちました。16ビートはね、手首がやっぱちょっとこう柔らかく使わないと、3分やってるだけでも肘で動いちゃってる人はここ筋肉痛になったりしたり肩凝ったりするんでね、もう体柔らかくしてね、こうリズムを体で、はい、やってみてください。このね、3分レッスン、リズムトレーニングレッスンシリーズのね、概要欄に、説明貼ってありますんで、ちょっとそこ見てもらって、他にもいろんなリズム3分トレーニング動画、アップロードしてますんで、毎日3分やるだけでね、すごい素敵なことになっていくと思いますんで、楽しみながら、進めていってください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。